こんにちは。私は以前、PayPal でアカウントを取られて、買い物をされたことがあります。その時は、PayPal の方から警告メッセージのメールが来たため、結局買い物の金額はあ戻ってきました。そして、先日 PayPal を語る詐欺メールが来ました。今回はこの詐欺メールについて紹介したいと思います。 では次に今回の詐欺メールがどうなるものか見ていきたいと思います。詐欺メールは2通ほど来ていました。タイトルはどちらも同じで注意が必要な変更。送り主は2つのメールとも違っていまして、1つは PayPal サポートでメールアドレスはこちらですね。もう1つは PayPal。 で、えー、メールアドレスはあこちらになります。まあ、ちょっとだけメールアドレスが違ってますよね。で、えー、文面の方ですけれども、文面の方はこちらになります。えー、こちらを読んでみますと、PayPal アカウントはモバイルデバイスと一緒に使用しなければなりません。このセキュリティ対策により、個人データの盗難やショッピングなどの目的でのアカウントへの不正アクセスが防止することができます。 お客様のアカウントは詐欺関連としてマークされているため、お客様の個人情報と支払い情報を再確認しなければいけません。私たちのウェブサイトにログインし、指示に従ってご操作ください。で、アカウント管理ですね。これはリンクになってますね。で、またのご利用をお待ちしています。PayPal。そして、e メールアドレスは配信専用です。このメッセージに返信しないようにお願いします。このような文面となっています。 では、実際に、このメールに書いてあるリンクですね。これにアクセスするとどうなるかやってみました。こちらの動画をご覧ください。それでは実際に、偽メールのリンクの方をクリックしています。そうすると、こちらのようなですね、警告画面が出ます。偽のサイトにアクセスしようとしています。 この URL では悪意のあるユーザーによってソフトウェアのインストールや個人情報パスワード電話番号クレジットカードなどの入力といった危険な操作を行うように誘導される可能性がありますとなってますねこのような感じの結構画面が出ますので、ね、リンクはクリックしてはいけませんでもう一つの方のメールの方もクリックするとやはり同じようにですね 偽サイトにアクセスしています、まあ、先ほどと URL は違うんですけども偽のサイトにアクセスしようとしていますという警告が画面ができます。であえてですねこの警告を無視して、えー、セキュリティ保護されていないサイトに行くとこのようになります。こちらですねフィッシング警告の誤りを訂正って書いてありますけどもこれ自体が偽のサイトになります。 どんなことが書いてあると、読んでみますと、正当なウェブページに対して誤ったフィッシング傾向がなさられている場合は、下記のフォームからお知らせください。サイトを Google に報告すると、アカウント情報とシステム情報の一部が Google に送信されます。Google は Google のサービス、インフラストラクチャー、ユーザーを有害なコンテンツから保護するため、お客様の情報を使用します。サイトが Google のポリシーに違反していると判断された場合は、 透明性レポートのそのサイトのステータスを更新し URL とそのステータスを第三者に開示することがあります透明性レポートの詳細についてはこちらをご覧くださいレポートに関する情報は Google のプライバシーポリシーと利用規約に従って維持されますと書いてあります、えー、このような感じで、えー、表示がされるんですけど、えー、これが自体がですね、えー Google のサイトではないので、えー、アクセスはしない方がいいですね。えー、以上です。いかがでしたでしょうかメールの文面ですけれども、多少おかしな日本語になっているんですけれども、かなりいいいい本物に近いというか、本物っぽい,い,い文面になっています。また、 偽サイト自体もかなり巧妙な作りになっていまして、騙されやすくなっています。私は以前から動画でお話ししているんですけれども、最も大事なのは、もしメールが送られてきても、その中にあるリンクを絶対にクリックしないことが大事です。今は送られてきたメール自体が本物か偽物かが判別しにくくなっているんですよね。 もし、リンクをクリックするならば、ブックマークなどや検索エンジンなどで検索して、まずは公式サイトに行き、そこからログインしてリンクをクリックするようにするべきです。このようにすることで詐欺メールのリンク先にアクセスすることを未然に防げます。今回来た PayPal の偽メールなんですけれども、私はこのパターンのメールは初めて見ました。 このような偽メールですね。他にもあるのかと思って、Google で検索したんですけれども、同じような事例が見つからなかったので、新しい手口なのかもしれません。ですので、くれぐれもお気をつけください。今回の動画は以上で終わりです。ご視聴ありがとうございました。